いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は岩手県盛岡市ビッテに行ってきました。毎日とても暑いですね。この暑さに負けないような食べ物を求めてやってきました。お邪魔します。玄関から金ピカで豪華ですね。縁起の良さそうなものがたくさん。天井が高くてロッジ風の店内。座席、テーブル席がありました。左側にも席が。あ、一人。カウンター席、テーブル席、厨房がありました。メニューです。たくさんあってどれを選んだらいいかとっても迷いましたが、今日はスタミナがつくものということで、厚切りポークソテーセットを注文。ご飯、茶碗蒸し、ポークソテーとサラダ、メカブ、味噌汁、お新香がついています。いただきます。ししとうの天ぷらが2個、ポークソテーから食べたいと思います。大きくて分厚い。ワクワクします。こんなに分厚いです。めちゃくちゃ柔らかです。臭みがなくて甘みが強い。岩手県は美味しい豚肉でも有名ですよね。ソースも美味しい。全部カットしました。大きいポークステーキですね。これで食べやすくなりました。柔らかジューシーです。ジンジャーソースがとても美味しい。お味噌汁には大きなしじみ以外が入っていました。しじみの出汁が出ていてとっても美味しいです。身も食べ応えがありました。メカブ、海藻、ネバネバは体にとてもいいですね。野菜にはごまドレッシングをかけます。キャベツが山盛りですごくいい。ごまも体にいいですしね。先にししとうの天ぷらを食べます。天ぷらにしてもやっぱり辛かったです。キャベツで中和します。シャッキシャキで美味しいキャベツ、ししとうの辛さを和らげてくれます。この時の私はまだ知りません。この数日後コロナになることを。ちょっとお高めのランチでしたが、しっかり栄養をとっておいて本当に良かったです。セットのドリンクはウーロン茶にしました。さらにさっぱりとなっていいですね。お店の名前のビッテはドイツ語で、どうぞ、ようこその意味だそうです。お米は手代森で採れたもので、自家果樹園でフルーツも作っているとのこと。コーヒーの水も盛岡の湧き水使用。食塩も岩塩、野菜も
減農薬野菜を使っているとのことです。体にいい食材を使っていてくれてとてもありがたかったです。本当に美味しいポークソテーです。ソテーのソースも玉ねぎの甘い醤油味で本当に美味しいです。本当はオムライスを食べに来ましたが、今日はオーブンが壊れて作れないと、そこで思い切ってこの豪華なセットにしました。この豪華なセットでとても精一杯、茶碗蒸しもついています。豪華感が増しますね。これを食べた3日後にコロナに感染しました。初めての感染です。初めは微熱で症状も軽く、 YouTube の編集もできたのですが、3日目から5日目が体が動かず、ひたすら寝てました。食欲もあまりなくて、水分やゼリー飲料が良くて、無理に食べれれば食べられたので、卵かけご飯やバナナを食べていました。しかしちっとも痩せません。味覚障害はなかったのですが、匂いがわからなくなっています。すごく顔を近づけてしつこく嗅ぐと、なんとなくわかる感じです。味はするのに匂いがないのって、とっても変な感じです。そのうちに戻ると思いますが、早く良くなればいいなぁと思っています。今振り返って、これを食べたおかげでとてもスタミナがついて、コロナを乗り越えられたのかもしれません。そう思っています。翌日もスタミナがつくご飯をいただきました。毎日暑かったので、食べておいて本当に良かったです。ごちそうさまでした。コロナはまだまだたくさん流行ってるみたいですので、皆様もお気をつけくださいませ。声もだいぶ回復しております。本当にありがとうございました。